こいつと友達になりたいと思います。名前知らんくせに。こいつ。何やった？こいつの名前知ってる人。未来君やん。え？未来君。なんか国体マスコットキャラクター未来君。なんか結構。全然未来感ない。めっちゃ古風やけどな。ちょっと怖い。だいぶ汚れてるしな。なんとかマローみたいな名前な気がしてた。未来君です。本当この色だ。あ、なんか綺麗。てか目怖いよなやっぱり。目が真っ黒。真っ黒って闇を感じる。白いとこないから。闇感じる。いじり倒してあかんで公式キャラクターやろあかんで今のとこいいですよこんにちはお願いしますはいいろしらんよろしくねちくわくん今日もすごいななさんの BMC です影が入っちゃ皆様おはようございます。京都府南丹広域振興局と申します。本日はですね、ナナナチャンネルのナナナさんと巡るツールド京丹波ということで、多くの方にご参加いただきまして、まずもってありがとうございます。本日は、京都丹波サイクルルートというものは5コースあるんですけれども、そのうちの50キロコースの発着地点をここ大井川緑地公園に変更したスペシャルコースを楽しんでいただく形になります。本イベントを通してですね、ぜひ京都丹波の方を満喫していただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんおはようございます。ちょっと風強くてみんな寒くて早く走り出したいという感じだと思うんですけども、今日私このエリア走るの初めてなので、すごい楽しみにしております。京都南丹市、京都丹波の方楽しみたいと思います。で今日内蔵さんの協賛もあるんですけれども、和歌山の南高梅のちょっとプレゼントを皆さんにあるので、後ほどお渡ししますのでよかったら補給に食べてください。あと今日はフリーライドになってます。先ほどちょっとお話してたら勘違いされてる方もいて、ご案内の方がいらっしゃらないので皆さん自分でスマホでナビしながら走るっていう感じで、でもこの人数いるのでなんとなく皆さんちょっとずつグループになりながら助け合って道に迷わず楽しんでいただけたらなと思ってますので、今日一日よろしくお願いします。はい、お味ありがとうございます。いただきます。ツールド京都丹波ナナナチャンネルさんスペシャルコーススタートしました。結構風が強くてまあまあ寒いです。でも左手前の左奥の山々もだんだん晴れてきて綺麗です。始めたところで。ちょっと広くなったら余計よかみんな早いから。みんな抜かしてくださいよ。はいはいどうぞ。あ、車来てるから気をつけて。はい、どうぞどうぞ。はいどうぞ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。あ、いってるわ。別に早くない。早い。普通。ああ。え、うそやん、取れてなかった。京都サンガスタジアムを後にしてですね、スポット行きたいと思います。いいな。いいな。すごいいいな。そうでしょ。なんかえらいすごいこんなもん。いいバイク最強。もう戻る。もうこれで終わりなんですね。みんな嘘つきやからな。コーナー抜けたんですよ。ボケ言うとったらさっき。ボケは出てたわ。あ、こんなことない言うて。そう、ボケたそう。もうちょっとも出てたらぐらいなんですけど。あれ、ハロー？まだ。まだある。疲れ様です。空が綺麗。映えてるわ。あ、後ろいいね。何の回これ。100個ですね。もみじポーズ。それもみじまんじゅうじゃん。もみじまんじゅうなるほど。あ、こんなやつ。これこっちお願いします。最近ちょっと顔悪いから。全然食欲ない。じゃあそういう。そうやな、食欲ない。みんな止まって写真撮ってるんじゃん。全然けえへんもん。すごい。いや、ここはいいね。ケーキパン、アップルパンです。食べる前に。パンが飛んでくる。パンが飛んでくる。すごい食べてる。すごい買ってます。いろいろ守らないから。あ、こっち向いてください。はい、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと今日の朝ね、化粧しながら、いばきさんの名張ちゃんは、松阪の動画見てました。ありがとうございます。またお願いします。素敵な動画をありがとうございます。あ、すみません。いや、めっちゃええやん。